アランウェイク続きをやっていきたいと思います。前回はこれラスティを倒したって感じですね。で、今は、なんだっけ、誘拐犯のところに向かってますと。いや、ちょっとね、あれがないんですよね。電池。バッテリーがなくて、ちょっとカツカツの状態なんですけど、こっちはなんもないか。さっき進もうか。じゃあちょっとラスティー戦で結構消費しちゃったね。あ、電話来た。誘拐犯だろう。いや、バリーだ。気のせいさ、俺の妄想なんだろ。キャビンから出るなよ。絶対にドアを開けるな。いいな。でもよく考えたらさ、ラスティはなんでこの人の、原稿通りのことが起こってるって知ってたんだろう。ラスティ最後の思い。意識を失う刹那、ラスティはローズを思った。若い彼女と一緒にいると自分まで若返った気分になれたし、とっくに破綻した惨めな結婚生活を忘れることができた。それでもリングを外さなかったのは、ローズに頼まれるのを待っていたからだ。だがその機会は今、永遠に失われた。うわー、ローズってあれでしょ？あの、ダイナーの、あのファンの子でしょ？好きだったんだね。で、なんだろうな。バツイチなのかわかんないけど、離婚しちゃって、その寂しさを忘れられてたと、ローズと一緒にいるときは。いやー、かわいそうだな。え、でも、俺が殺しちゃったんかな、本当に。仕方ないとはいえ、本当に殺しちゃってたら嫌だな。しかも絶対捕まるでしょ、こんなん。行ったところで、何言っとんじゃこいつっていラう、ワーズ峠は遊歩道の終点なるだ。だけでしょ。ここが正規ルート？あれ？ちょっと待って。あ、よかった。エンテージング、違うな。わからん。ラバーズパーク。あ、こっちがラバーズパークだから、こっちが何でもない場所。ちょっと行きます。読む。ムーンシャインって読むのこれ。ムーンシャイン洞窟。禁酒法時代、1919年から1933年、酒の密売業者の拠点だったこの洞窟は、主にカナダから密輸した酒の一時保管場所として利用されていたが、時には酒の密造も行われていたと。なこれ、禁酒時代の、名残というか、残りって感じか。あ、ショットガンもあんじゃん。ありがてえ。で、フレアガン。よっしゃ、フレアガンはでかい。そして、バッテリーもゲッツ。これはでかい。他にはもう何もないか。何もなさそうだな。よし、じゃあ、あっちまで戻ります。あれ？あ、違うか。いや、今一瞬、壊れてんのかと思った。この仕切りが。ちょっとびっくりしたわ。いや、光が、と思って、あ、光が消えた。これまずいんじゃないか？何かが近くにいるのでは。てれー。うわ、待って、マジか。でもこれだけはやりたい。あ、待って、避けられんかった。うわー、マジか。気づかなかったな、横から来てるの。いやー、これは痛い。もしこの後ボス戦とかだったら、
ちょっと体力が減ってんのは痛いが、まあ、仕方ないと言えば仕方ないな。うん、なんもないっすね。なんか光あったっけ？光ないな。いや、これちょっとあれだな、この背後とかから来るのを、まあ、ちゃんと警戒したいですね。これはどっちが正規ルートだ？これまずい、出るな。体力回復したい。あざっす。恵み。お、クマの木彫りがある。これか。ワインショップでロバーツパークか。ちょっとあそこ行きたいっすね。あの、あっち側、ここに何かがあるのか。あ、原稿あった。ちょ、原稿読もうか。いや、飛んだな、急に。ああ、バリー・ローズと会う。町の住民は誰一人アランの行方を知らなかったが、ダイナーのローズだけは彼を見かけていた。どうやらアランはダイナーを出た直後に姿を消してしまったらしい。彼女はアランが最も苦手とするタイプだったが、実に親身に協力してくれた。町の事情に詳しい上、一目でバリーが誰だか分かるほどアランのことも知り尽くしていた。バリーはローズが気に入った。女の好みに関してはアランとバリーは常に対極にいた。あ、だからバリーとあの奥さんはちょっとなのかな。いや、それ関係ないか。でもあれだね、多分バリーと会ってこっち来た時にそのローズと知り合いだったみたいな雰囲気だ、雰囲気だったじゃないですか。多分それが なんで知り合ったのかとかが書かれてたってことかな。え、ちょっと待って、どこだ、看板見よう。ラバースパーク、こっちか。いや、こういう森だとさ、ちょっと原稿を探すのはきついっすよね。あ、なんだこれ。おっと、それはびっくりするから。しかも、え、なんかこいつ。いや、待って、避けるで、こっちに切り替える。多分まだ横いるな、これ。いやー、よけれんかったか。いや、今のちゃんと分かってたんだけどな。いや、また横いるな。避けるで、避けます。あ、避けれない、スタミナか。いいのか、ちょっと回復いくか。こっちもリロードして、いやー、これちょっとやっぱりこの視界以外をどう警戒するかっていうのが鍵になってきそうだな。あそこなんかある？ないか。多分サクッといかないと結構無限に湧くのではないか。そして多分さっきの見た感じ、スタミナがないと回避行動はできないから、ちょっと待って、これで一旦やって、いや、これ使っちゃったらまずいから両方。でもあの光まで一気に行きたい、ここまで来たら。頼む、アラン走ってくれ。大丈夫そうだな。よし、あ、起動する。危ねえ。さてさてさて、
あそこになんかじりじりしてるのがあるか。電話来るのか。いや、違うな。斧でやられてんのか。なんかこの敵が全員決まって斧を持ってるっていうのも何か関係があるのだろうか。ウェイク、松明のマークを発見する。怯えながら角を曲がったその時、ライトの光にひときわ明るく何かが浮かび上がった。無造作に書かれた松明の印だ。裏に回ると岩陰に金属製の箱が隠されていた。中にはバッテリーや発煙筒、弾薬が入っていた。夜の闇を生き抜くための必需品だ。この状況を知る誰かが隠しておいたのだ。これあれだね。宝箱ありますよ、マーク。ってことあるのかな？ないか。さてと、多分音的に今は敵とか出てこない感じかな。出てきたわ 出てこない感じかなとか言ったら出てきたわ。ちょ待って、多くね？これちょっとな、まずいな。で、こっち側来てるよね。まずくて、いやー、まずくて、それ実はそれまずくて、あれこいつナイフ持ってんな。ショットガンを使いた。いやー無理かー、くっそー。いやー、もうライトがマジで、なんだろうな、ワンマガでさ、ライトのワンマガでやりきれないっていうのきついよね。ほぼほぼきつい、ほぼほぼきついだ、ほぼほぼやりきれない。多分全部当てたらやれるんだろうけど。今いたよな。進むしかないよね。で、避ける。避けれねえのそれ。避ける。一回走るでしょ。いやー待って、速いんだよなこいつら足が。それは避けます、それも避けます。危ねえ。早くしとこう、後ろ行って。いやー、これ走っても追いつかれるっていうのがまたさらにキツキツポイントだな。いやー、これでも余裕があるんだったら多分すぐリロードしないで自然回復待った方がいいんだろうな。なるほどね。あとはライト当てるタイミングか。いや、これさ、こういうふうに結構いけちゃうから、原稿があるんじゃねえかちょっと思っちゃうんだよね。でもなんか広すぎて全部探し回ってる、もう時間がかかりすぎるから、まあこういう怪しいとこだけにしとこう。ないね。行こうか、じゃあ先。
いやー、あれ消えるんじゃないか。大丈夫か。いや、でもこれ消えなそうだな。ここの先だけど、まあ、いけないと。原稿あるな、でも。あれ、ここからいける？あ、いけるな。じゃあ、待って。原稿読んでからにしよう。ナイチンゲールの到着。ナイチンゲナイチンゲール捜査官はブライトフォールズにああ、捜査官か。何もかもが田舎臭く、森もコーヒーも気に入らない。この街の至るところに想像を絶する恐怖が潜んでいると彼は確信していた。できることなら今すぐにでもこの街を後にして浴びるほど酒を飲みたかった。だがまだ仕事が残っている。あの小説家を捕らえなくては何としても。ああ、小説家を捕らえなくてはっていうことは、こいつが今追われてるってことか。多分奥さんの、その、あれ、なんだろう、いなくなった？あれに関係してるって思われてるんだろうね。まあ、そこそこ怪しかったから。待って、これいけない？もしかしても。そんなバカな。頼む。よし。ちょっとこっち側が見たい。あ、やべ。意味ないか。コーヒーポットがあるだけ。この年輪標本は、オレゴン条約が調印された1846年に、まあ、植えられた。一本の木から切り出された、この年輪が刻まれた年月の間には以下の出来事が起きている。1853年、ワシントン準州が設立。1878年、ブラックホールズ炭鉱社設立並びにブライトホールズの町が誕生。1989年、ワシントン準州が州に昇格。1929年、山火事で木が焼ける。1970年、コールドドレイ、ドロンレイクの、湖底っていうのかな、まあ、湖の底火山の噴火に続き、ブライトホールズの炭鉱社が倒産。1980年、セントヘイレンズ山噴火。1987年、嵐のために木が倒れると。じゃ、これはあれだね。結構、でかい。やっぱでかいな。だいぶでかくて、まあ、歴史ある木だったってことか。それを俺は今打ちましたと。すみません。さてと。いや、でもこういう木ってさ、こういう木じゃない、この木って本当にあるのかな、実際に。まあ、ありそうだけどね。全然ありそう。そろそろじゃないか、ラバーズ峠は。使う。うわ、やだなー、あれ乗るの。やだよ。餃子はし終わってるか。こういうとこにあったりしないか。そういう意地悪な配置はしない。うわー。だよね。そうなるわな。岩が崩れてカラスに襲われてるで。はい。俺のせいじゃないよね。おっと、誰が助けてくれる？誘拐犯か？誘拐犯っぽいけど。違うな。そんなおもちゃじゃダメだ。発煙筒を使いな。ほう、フレアガンではなく発煙筒。誰なんだこの人たちは。闇の存在を知ってるな。奴らが見えるのか。そりゃ見えるさ。ほら行くぞ。なぜだ。そういう筋書きなんだよ。だが、筋書き。銃がないんだ。俺が持ってる。お前はライトで奴らを照らせ。筋男に書き見覚っていえうがあっことは。た。フェリーでアリスを見つめていたやつだ。俺の名前を知っている上、この道はラバーズ峠へ続いている。俺は確信した。
こいつが誘拐犯なの。やっぱ誘拐犯か。急げ、ウェイク、遅れるな。なんで俺狙ってくんの。あ、いってよし、あっち上がったぞ。やれ。おお、お前下手くそかよ。お前ちゃんとちゃんとせえよ、濃厚野郎がよ。いって、お待って待って待って、ちょお前濃厚すぎんか。お前がいい加減にせえ、ちゃんとやれよ。仕留めたか。おこいつ濃厚すぎだろ。なめとんなこいつ。ふざけるな、銃を貸せ。なんだこいつ。じゃあ一本発煙筒こっちに対とくか。もう一本立ってるか。メイクさえ5本か。おい下がれ下がれ、お前ら光だぞ。光が怖いんじゃないのか。おいなんだこいつ、なんでそっから来る。ああ、うせ、お前はもうそこにいとけ。願わくばやられろ。もういい、あいつどうせ誘拐犯だろ、知ったこっちゃねえ。お前が急げ、こっちか。あっ、ハートなってる、かわいい。お、発煙筒がありそうな予感。はい、発煙筒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 、バッテリー発煙筒。最後の光線だ、発煙筒はたんまりある。とにかく片っ端から片付けるぞ。銃をよこせ、来るぞ。気が気が気が気じゃねえ。あぶね、あ、コーヒーボットがある。ふっ、ちょっとコーヒーボット取ります。ふっ、よしいいぞ、やれやれ。発煙筒はちょっと取っておきたいね。お、外しすぎ、お前。まず1個タク。オッケー、あぶね。お、まだあっちも やれてねえぞ、こいつもやれてねえぞ。あそこあと一発、よし。お、俺が銃持ったらもっと早いぞ。避けます。ちゃったか、でもガンガン焚いていこう。これな、これでもう終わりそうな気がする、このショーっていうか。いってー、マジで発煙筒焚く。避けれねえのかそれ。発煙筒タック、ちょっと早くやってもらっていいっすか。いやこいつマジで濃厚すぎでしょ、遅え。一体をやるのがもう終わりか。オッケー、もう芝居はよせ。アリスはどこだ。
そう来ると思ってたぜ。原稿通りだ。すげえ作家だよ。大したもんだ。あんたならとんでもない怪物を生み出しそうだ。ちゃんとした編集がつきゃな。一体何の話だ。アリスはどこだ。原稿を全部よこせ。でなきゃ女房が苦しむぜ。貴様。ははは。よく殴れたな。普通奥さんが危ないとか思わないのか。結構感情的になっちゃうタイプだね。これも原稿通りなんじゃないか、もしかしたら。リボルバン弾薬を取る。待て、戻ってこい。アリスに手を出したら殺すぞ。おい、戻ってこい。はい。奴の狙いは原稿だった。何か特別な力が宿っていると思い込んでいるのだ。だが俺は原稿など持っていなかった。バリーのところに戻り、次の手を考えなくては。原稿を取ると。これ読んでじゃあ終わろうかな。暗闇に対する恐怖についてアリスは幾度となく俺に説明しようとした。彼女にとって闇とは単なる光の不在ではなかった。それは明確な意思を持って危害を加えてくる攻撃的な実態であり、全てを異質なものに変えてしまう。闇に包まれると何もかもが危険で邪悪な存在に変わるのだと俺には理解できなかった。今この時までは。なるほどね。はい、ということで、まあ多分原稿が、なんだろうな、原稿に書くことによってそれが本当になるパターンか、まあ、やっぱりまだその書いてる別の、なんだろう、現実で本人が書いてる原稿の中をにいるっていうパターンかのどっちかかなって思いますね。はい。なんかちょっとあれだね、でも書いたものが現実になるとちょっとデスノート感はあるよね。まあ、あれは死に関するやつだけど。で、まあ、なんだろうな。まあ、でも、あれだね。個人的には、まだ、その、現実で書いてて、その、物語の中の話、みたいな。悪夢が物語の中の話、っていう説が、有効というか、そっちかなって思いますね。まあ、その、あの、犯人、誘拐犯が、じゃあなんで、その原稿、原稿に書いてあったことが現実になるってことを知ってるのか、とか、あとあの、もう一人のあのね、前回のラス、まあ、前回の最後に倒した男の人も、まあ、原稿通りだったって言ってたわけなんですけど、まあそれが、なんでそれを知ってるのかっていうことですよね。もしこれが、この原稿が、この人が前回書いたベストセラーのやつだったら、まあまだなんとなく、わかりそうじゃわかりそうなんですけど、まあ、見た感じ、まだ書いたことないやつが、まあ、落ちてて、まあ、それが本当になってるって感じなんで、まあ、じゃあなんであの人たちはそれを知ってんのって思うんで、まあ、その書いたことが現実になるっていうのは、まあ、まだちょっと信憑性ではないか、ちょっとなんか正確性に欠けるかなみたいな思いますね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いします。ではさようなら。